本日のテーマは、中小スタートアップ企業のための広報 PR セミナーです。今回のセミナーでは、中小スタートアップ企業への豊富な広報 PR 支援実績を持つ講師が、広報 PR の基礎知識や中小ベンチャーならではの攻め方、メディアに取り上げてもらうためのポイント、事例を交えながら解説します。講師は、デロイトトーマツベンチャーサポート株式会社、 井村ひとかさんです。それではよろしくお願いします。皆さんこんばんは。ちょっと会場の皆さんが少なくてちょっと寂しいんですが、オンラインの方もどうぞよろしくお願いいたします。はい、えー、では今日は中小スタートアップ企業のための広報、えー、戦略、せすみません、候補 PR 戦略ということで、えー、私もですねちょっと自己紹介します。進まない。 改めましてデロイトドーマツベンチャーサポートの井村と申します。私ですね、長年あの中小企業の支援をする財団で、その財団の広報とで、その財団にいらっしゃる中小企業、スタートアップ、ベンチャーの方の広報サポートをしてまいりました。私もあの素人から広報を始めまして、えー、ほぼすべて現場の記者さんとかテレビのディレクターさんに教えてもらったことですぐ実践できることばっかりなんであの、そういった経験を少しでも今日は皆さんに。 分かりやすい形でお伝えしようと思いますので、ぜひ参考にしていただけたらと思います。よろししくお願いいたします、はい、今日のアジェンダですけれども、えー、と基本的な広報の考え方とか、えー、基礎知識というのをまずお伝えをして、それをやっていくために、どういうふうに情報発信の設計をしていけばいいのかということ、でじゃあそれを受けていただくメディア側の方ってどういう人たちで、どういうふうに考えればいいのか。 というような、えー、メディア研究の方法です、ね、をお伝えして、で最後に、えー、事例紹介というのを、えー、皆さんと同じようなスタートアップ、中小企業さんという方々の事例をもとに、えー、こういうふうにやってこうなりましたというのをご紹介をしていければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、まず、PR とは、もうこれは基礎的なことですけれども、えー、パブリックリレーションズですね。でえー、中小 スタートアップの皆さんのための PR というのはえ、応援してくれる人を増やすことっていうふうに考えていただければと思います。これは記者さんもそうなんですけれども、え皆さんの情報を知っていただくことで、買ってくれる人を増やすのはもちろんですけれども、一緒に働く仲間も増えていくっていうことにつながりますので、え仲間を増やすための活動っていうふうに考えていただければと思います。 a p っというのは、ちょっとあの講義でいうと広報、反則、広告のところまで入ってくるんですけれども、今日はこの,あの広報とちょっと反則にかかる部分のところをお話ししていくので、対メディアに対してどういうふうにアプローチしていくのかというところにフォーカスをしていきます。でまずあの基礎的な考え方として広報と広告は似て非なるものというところで、ここをまず押さえていただければと思います。 まず対象が違います。広報はマスコミ、広告は顧客、あとコストですね。広報は基本的に無料です。でただ広報はメディアの方の第三者のフィルターを通って、外に発信していただくっていうプロセスになるので、自由度はそんなに高くありません。 ただ、ここですね、注目度と信用度っていうのが広告と比較して上がるので、特に中小企業さん、スタートアップの企業さんには非常に有効に働くというのが広報をやる意義だと思います。じゃあ、その広報をやるとどんな効果があるのか、そしてどんな役割をするのかっていうところですね。 えと広報を3段階やると思っていて、えー、まず広報 PR による露出の最大化を図る、えー、出回る情報量を多く、なるべく多くすることで、えー、まあ消費者の方だったりだとか、えー、皆さんのことをサポートしてくださるような方々っていう方の目に触れるチャンスっていうのをいかに増やせるかっていうところ。でえー、それを 目に触れるチャンス知っているよっていう状態を作る認知の変容をすることで、えー、ブランド力の向上だったりとか説明コストを下げる効果があります。まあ、これ具体的にどういうことかというと初めて名刺交換した時に何の会社か分かんない人ってまずそこから説明がありますけどああこの間テレビで見たなんとかの商品のやってる人ですねってなった瞬間説明コストが下がってある程度信頼した上で話を聞いてもらえるっていう状況が作れます。 でさらに、ここまでできたらパーフェクトです。えー、その知った人たちが、そちら側から自発的に何か行動してくれる、例えば物も買ってくれるもそうですし、えー、御社で働きたいんですっていうパターンもあるかもしれない。でもしくは、記者の方とかだったら、えー、取材したいですってことになるかもしれないし、えー、御社と協業したいですっていうことにつながるかもしれない。 1>, 1回のメディアレスでここまでつながることはないですけれども、継続的に出回る情報の量を最大化して、いろんな人が皆さんの情報に触れる状態を作っておくと、こういうことも効果として見込めますよっていうような考え方で見ていただければいいかなと思います。あとですね、まあ